ゃあ、ブーキョトンとしてるけど、ブーちゃん、ここに立てて置いとくから大丈夫か、治ったの、もういいの、治った、止まった、もーちゃん、今日3回目だね、大きな発作がね、大丈夫、もーちゃん、ね、今日3回だよ、もーちゃん、早めに薬の2個飲ませようか、もーちゃん大丈夫、辛いよね、もーちゃんね、いや、触んない方がいい、触んない方がいい、よだれが、いや下に置いてきて、下で、下に構えといて、あちゃん大丈夫、いや口拭いてあげたって別にいいんですよ、嫌がる、嫌がっちゃう、あまり大きい声出さない、うん、大丈夫か、なるほど、おちゃん大丈夫か、すごいだらだら、利用できる支援性はあります。ちゃんどうした、お口、お薬効かないね、ひどくなっちゃったね、もーくん、まーちゃん一緒に頑張ろうよ、うん、絶対治そうね、まーちゃん、まーちゃん、ちょっとだけね、大丈夫大丈夫、今日で8日目だもんね、まーちゃんね、辛いね、まーくん、頑張ろう、まーちゃんね、絶対治ろうね、でも入院して人の目がないとこで、これじゃあもっとかわいそうだよね、まーちゃんね、まーちゃん大丈夫、大丈夫か、ちゃん戦ってんだよね、今自分の中でな、そうなんだね、こんなちっちゃいのにかわいそうよ、もう眠ってる時の呼吸になってきた、まーちゃん、まーちゃん息しづらいね、うん、大丈夫、収まった、それを防ぐためにですね、国の方でも今家賃補助という話がありますね、まーちゃん、まーちゃん落ち着いた、死なないでよ、まーちゃん、ね、まーちゃん死んだらみんな悲しむからね、大丈夫、まーちゃん、まーちゃん頑張れ、まーちゃん一緒に頑張ろうね、みんな一緒だよ、うん、みんなまーちゃんの味方だよ、だよ、大好きだからね、まーちゃんのことね、頑張れ、まーちゃん、水も出てきちゃったね、でもまあ、あのひどい痙攣にまでいかないっていうことはさ、それなりに薬も効いてるってことだから、ポジティブに考えよう、とりあえず収まったね、みーちゃん、みーちゃん大丈夫、落ち着いたね、仕事を失う人が増える中なんですが、もともと厳しい暮らしをしていた人たちは、横になる、さらに深刻な状況に困っています、ね、まだ揺れてるな、3年前から建設現場で日雇いの仕事を続ける40代の、大丈夫かな、まーちゃんね、うん、苦しくて横に向けないのかな、20万円ほどでしたが、新型ウイルスの影響で、大丈夫かな、まーちゃんね、おお大丈夫か、はい、歩こうね、ちょっと歩こうかね、まーちゃんね、大丈夫、あれうんち出てるよ、うんち、ああ、ふんちゃん、ふんちゃん。